ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ、この試合の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は右の三馬、対するファイターズの先発は右の上沢、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。マリーンズピッチャーを変えてきました。沢村降板、そして最後を締めるのは増田。最終回1点差でマウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは伏見、インローに送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、外角外れてボール。第4球を投げた、打った、打球はセンターへ、ヒット、センター前ヒットになった。伏見いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。先ほどからダイソーで途中出場していますバッターの細川。第9、あーっとショーフライになった、アルボール。初球ファールから取ってきた、鈍いゴロ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。マリーンズ勝利目前。第9、投げた、直球ストライク、アウトローへ、いきなり151キロ。さあ、次の投球投げました、スラーブはボール。第3球を投げました、打ったに当たりだ、抜けた、アルカンタラ、ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから同点のランナーが出ました。バッターは指名打者松本。第9、投げました、ストライク、いきなり152キロ。さあ、次の投球外角低め、スラーブ外れてボール。第3球を投げました、見送ってストライク。さあ、次が最後の投球になるか。投げました、ボール。第5球、投げた、152キロ直球、空振り三振。バットが空を切りました。マリーン1点差で逃げ切りました。本日の試合はマリーンズの勝利です。勝利投手三馬、さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。